こんにちは、カオルンです。今回もサンキューマートの商品を紹介していきたいと思います。今回はこちらです。デレン USB カップヒューミディフィルター。まあかっこよく言っちゃいましたけど、要は加湿器でございます。こちらも大人気で売り切れが店舗によっては出ているという注目ピックアップ商品でございます。こちらの加湿器マグカップタイプのちょっとおしゃれ商品になってます。さらに色は4種類ございまして、ホワイト、ベージュ、パープル、and このピンクでございます。前回の動画で話した通り、僕は明るい色がとっても大好きなのでピンク色を選びました。それでは早速開封していきましょう。 USB カップヒューミディフィルター、カップの形をした USB 加湿器ということで、パッケージもかなりおしゃれな仕様となっています。これ飲み物間違えて入れちゃう人いるんじゃん。あのね、箱にね、本製品は加湿器です、飲み物など入れて使用することはできませんって書いてあるので、皆さん気をつけてくださいね。僕が飲んじゃうかもしれない。中はこんな感じで、これがあれだね、水を加湿器に変えるのかなってやつと、充電するための USB、 こちらの本体のカップとなっています。今回どんな感じかというと、超音波式加湿器、電源用 USB ケーブル付き、こちらですね。あとミスト量2段階調節、最大10時間使用可能、3秒おきに加湿する完結運転で使用した場合は最大10時間使えるということで、2段階あるうちの1段階は10時間使えるのかなっていう感じでございます。それでは使い方を見ていきましょう。カップの内側のラインまで水を入れます。水道水以外は使用しないでください。2番目、 USB ケーブルの細い方を本体蓋の穴に差し込みます。これだね、これ。 USB ケーブルを手持ちのパソコンや AC アダプターの USB ポートに差し込みます。蓋のスイッチを押すとミストが出ます。スイッチを2回押すと3秒おきの完結運転でミストが出ます。では早速1番の、水道水、こちらを入れていきたいと思いますね。はい、水道水入れてきました。それでは蓋をしましょう。水がこぼれちゃうんで気をつけながらやっていきます。こう閉めて OK ですね。みんなね、これあった方がいいかも。これあると iPhone とかについてるやつ、これだけで市販でも売ってるので、これを別で買って、今回付属でついてる USB ケーブルとつなぐとコンセントに挿すことができるので、この変換器がおすすめなので、ぜひ一緒に購入してくださいね。あ、出た。はい、今電源つないでここのボタン押したんですけど、1回出すとこのぐらいのミストが出ます。結構な量じゃない。で、2回押すと完結運転になります。3秒おきに1回出る。これだと10時間持つって箱には書いてありました。ただ390円でこれだけの機能がついているし、これだけおしゃれだったらね、会社行く人も持ち歩けるし、学校にも持ち歩けるし、旅行にも持ち歩けるし、もちろん家にも置くことができるしっていう、本当に優れもので、サンキューマートはすごいなと思いますね。それではしばらく楽しんでみてください。はい、ということで今回は390円ショップサンキューマートで大人気第2弾ということで、こちらの加湿器を紹介していきました。この商品がおしゃれだなと思ってくれた方は、2回目となりますが、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。これからもサンキューマートで面白い商品があったら紹介していきたいと思いますので、その時はぜひ楽しみにしててください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。
本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。